バンドロゴアモンアマースはスウェーデン出身のメロディックデスメタルバンド。デスメタルの中にフォークメタルやバイキングメタルを思わせる o しいメロディを取り込んだ曲が特徴である。北欧神話やバイキングについて歌う曲が多い。1988年に結成されたグラインドコアバンドスカムが前身。スカムは1991年に ポールテーマガレースマキタロ、オラビミッコネン、テッド・ランドストラムのラインナップで、デモ1をセルフリリースしている。ヨハン・ヘッグが加入すると音楽性は、グラインドコアからデスメタルの要素やバイキングメタルの要素が濃く出たメロディックデスメタルへと変化する。1992年には、バンド名をスカムからアモン・アマースへと変える。1993年に、 アモン・アマースとしては、初のデモアルバム、ソ、so、ー・アライズをリリースする。1994年に2枚目のデモアルバム、ザ・ライバル・オブ・ザ・フィンブル・ウィンターをリリースする。1996年にパルバライズド・レコードと契約し、プロとして、初の MCD、ソロ・スルー・アウト・ザ・ナイ・ン・ワールズをリリース、6000枚を売り上げる。1998年には、パルバライズド・レコードから、 大手メタルレーベルのメタルブレードレコーズへと移籍し、ワンスセントフロムザゴールデンホールをリリース。このアルバムで彼らの名前は世界的に知られるようになった。2010年、日本のヘビーメタルフェスティバル、ラウドパーク10出演にて初来日。2012年にも来日公演を開催した。2015年、フレドリック・アンディションが脱退。翌2016年に、 公認によっけワルグレンの加入が発表された。テンスアルバム、ヨーンスビッキングより、ソニーミュージックエンタテインメントジャーマニーに移籍。2014年のグループショットアモンアマース、時代スカム時代 EP、ミニアルバムコンピレーション。ありがとうございます。